調整いきますよ、質問さん。バランス調整ですか？はい。ですね。で、ですね。バランス調整の内容ですね。先にもはい、この動画をご覧いただいている皆様にはですね、画面の方にパッと一覧で見られるように、表紙をさせていただきますので、こちらの方をご覧いただきたい。ですね。対象となるのが、新作関東軍、それから白山国水鉄鋼兵、丸滝兵、ベネツィア都市法人ということで、この4兵なんですね。今回ですね、実は内容がかなりぶっ飛んでます。ぶっ飛んでるの？ぶっ飛んでます。新作からちょっとご覧いただきたい。新作。質問さん、読んでらっしゃいますか？はい、今、読んでますよ。新作か。長槍兵団に調整。はい。新作、なんと長槍兵団になります。なんと？なんということでしょう。これね、で、新作軍人、それから新作軍で、はいはいはい、まあ1番、2番、3番スキルですね。これのダメージタイプをすべて馬止めダメージに調整しますと。ほうほう。で、まあ、馬止めの判定効果が、範囲がやや増加ということで。増加ということで。これはね、かなり攻めた調整ですね。もう、お馬さん絶対殺すマンですね。そうですね。長槍のね、軍魂ですから、例えば今、ベネチアに私、こんな軍魂つけているんですけれども、馬止めの時に、騎兵から受けるダメージが 35% ダウンとか、ほうほう。まあ普通の紫の軍魂で、馬止めの時には騎兵からのダメージを 30% ダウンとか、そう、もともと新作って騎兵に対して防御力高いよっていうような、確か、兵団特徴が備わってますので、そこにさらに、この馬止めの時に騎兵から受けるダメージが減りますぜっていうのが、乗っかってきますので、これ多分ね、運営ね、検証しないでやってますね。検証しないで多分やってる。やけくそなんじゃないかっていうような。はい。やけくそ、ま。でも、もともと新作って、対馬用の兵団として登場したわけだから。そう、おっしゃる通りで。今までがね。はい。今まではちょっと不遇というか、しばらくで、ね、放置されていたわけで。うん、で、あと、そうなんですよ。あとは、中華兵団の専用軍魂で、はい、鉄の体っていう軍魂ご存知でいらっしゃいますか？どんなのでしたっけ？鉄の体っていうのがね、海中一覧のところで、5ランク。5番。5ランクのところの中に、左から3番目、鉄の体っていうのがありまして、はい、これが、飛燕軍浪人層炎月騎兵隊 GG、新作関東軍に付けられる専用の軍魂で、火ダメを 33% カットするっていう。火ダメを 33% カットする。あ、もう、っていう、ぶっ飛んだ軍魂が実はあって、で、これは、ただ、効果ダメージ受けるたびに減少率っていうのが、軽減率が減少していって、8回攻撃を受けると0になりますぜっていうのは、まあ一応あるんだけども、そういうね。そう、だけど8回までは、まあ 33% からね、ちょっとずつ減っていくんですが、衝撃は 33% カットですから。すごいね。そう。この、鉄の体っていう軍魂に加えて、馬止めの時のそのダメージを、騎兵からのダメージをカットするよっていう軍魂が、35% とか 30% とかカットするよっていうのがありますので、これ、はい、単純に計算ですよ。ちょっとわかんないですよ。僕計算方法わかんないんで、計算式わかんないんですけども、33% カットして、35% カットして、30% カットしたら、はい、98% カットですよ、衝撃。単純に足すとそうなりますね。はい、はい、単純計算ですよ。単純計算なんで。そうですね。新作を救うためのやけくそ調整ですね。入りました。はい。というわけで、ちょっと絶対馬を止めるマンが今回復活するということで。すごいね。コストもこの間下がったからね、統率値ね。下がりましたよね。うん、これ使いやすくなりましたよ。で、次が白山ですよ、これ。白山ですね。はい。攻撃時、硬直、無効になる。48% 火ダメカットを得る。効果は攻撃を受けるたびに 2.5% ダウン。12回攻撃されたら 18% になり、それ以下にはならない。で、ハンマーの方の攻撃のブロック値無効効果を大幅アップ。一撃でタヘレヘのブロック値を破れるように調整。ん？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 
まあまあまあ3番読みましょう。あ、3番読みましょう。ハンマーの攻撃、これハンマーって呼ぶ、ハンマーですね、ハンマーのことです、これハンマーですね、ちょっと読み方わかんない、はい、ハンマーの攻撃は相手の防御値を 10% ダウンさせる、効果は対象撤退した場合持続。あの進撃の白さんが始まる感じですね、きっとこれ。始まっちゃいます。48% ひらめカットって、もともとの防御力知ってますか、ハクさんの。まあ、30レベル、はい、マックスの状態、素の状態で、ハクさんの防御力が1000超えてるんですよね。1000超えてるんだ。一つ防御1175、こんな高かったっけ。え、高いね。あれですか、あの、防御重視の。そうだ、防御重視の今、あれだ、はい、僕、あの、訓練ルートになっているんだ。こんな変則だね。意味のわからない訓練ルート。うん、昔、あの、関ネーチンフォク絶対止めるわんって言って、やりましたね。はい。ボツになった動画なんですけども。関ネーが猛威を振るってる時に、ハクさんでハンマーを持って、関ネーの正面から潰していくっていう、そういうコンセプトの頭の悪いことをしようと思って、その時の名残が今残ってますね。だからあの時 48% のひだめカットっすからね。えげつないですよ、これ。48ですよね。えげつないですよ、この調整。もともと防御力高いし。もともとが 17% カットだったのが、48ですからね。で、ハンマーのブロックチーム効果がウォーハーアップで、一撃で盾兵のブロック値を破れるように調整。だって一撃で、一撃で、これ可能性とかじゃないですよね、一撃なんですよね。一撃ってもう明記されてますからね。一撃ですね、これ。一撃ってことは例えばあのリャオトン重工兵で、今マックスでブロック値進もうとすると、はい、合計で950ブロック値を上げることができるんですが、はい、多分これハンマー一撃でおいって言ってポコってやるとブロック値であはぼーっつってパリーンってパリーンってなるわけですね。パリーンってなるわけですね。いやもうね。完全に勝ちますね。リャオトンであろうと、シグルーンであろうと、マルタ・タダツグであろうと、マルタ・ホヘイであろうと、バランであろうと、どんな兵団でもですね、もう一撃ですよ、これ。もう一撃って書いてんのか、これ。一撃って。書いてんだもんね。うん、書いてる。で、まあ3番目のね、あの、相手の防御率 10% だよね。これも結構えげつなくて、で、対象撤退しまで持続するらしいから。撤退しまでだからね。永久バフですから、ね。重ね書きは多分できないと思いたいんだけども。うん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 。ね。さすがにね。ね、サンスタックまで OK とか。わけわかんなくなっちゃうから。新作白山。はい。これは、まあ、まあ、すいません。これがね、もうぶっ飛んでる。もう新作白山とぶっ飛んでました。で、次ね。いきますよ。はい、マルタ騎兵。マルタ。はい、マルタ騎兵いきます。で、今回特製重装甲の効果を調整ということで、はい、攻撃時に硬直無効やりますと。はい。48、なんだろうね、これ48って数字はね。48% の火ダメの軽減、火ダメですね。火ダメの軽減を得ますよと。はい、で、効果は受けるたび 2.5% 多分で、12回攻撃されても 18% 倍とか。ということですね。白さんと同じってことですね。白さんと同じですね。この特製重工兵という特徴がもともとありまして、はい、攻撃時に硬直効果無効にし受ける近接戦のダメージを 17% 減少。これが、17% ではなくて 48% になりますよ。うんうんうん。でもどうなんだろうね、これね。馬止め効かねってことなのかな。馬止め無効っていうことになったら、本当に、すごいですよね。どうなんだろう。真正面から突っ込めば。襲撃の時だ、いや、どうなんだろうね、これね。どうなんだろうね、これ。うん。ちょっと検証が必要。そうですね。あの、ベネチア構えていただいてる、ベネチアの F3 陣形に、マルテ騎兵を真正面から突っ込ませて、うん、どうなるか問題ですね。はい、そうですね。うん。試してみたいところも。はい。ガッチガチに、まあ、ちょっとマルタ騎兵ね、機会があれば使っていきたいなと思っております。はい、最後、ベネチアですね。これはね、あのもう、あ、やっと来たかっていう感じではあるんですけども、ベネチアにお仕置きが入りました。ナーフで、ナーフでございますね。移動、馬止め時の方向転換速度を下げますよと。で、敵の移動に応じて機敏に転換できないように調整と。まあ、あの、はい、あの、馬止めやった時に、まあ、敵の方向を勝手にこう自動で向いてくれるっていう、その、スピード多分落ちるんでしょうね。落ちますね、これは。おそらく半分ぐらいになるんじゃないかな。勝手な予想ですけど、うん、なんで今が使いやすすぎる、ね、そう今がね使いやすすぎて、とりあえず馬止めしておけば勝手に敵の方向を向かってくれるので、向いてくれるので、うん、まああの
一番スキル、お世話、もう勝ちみたいな感じの兵団になっちゃってますけど、それがちょっとね、はい、調整されるということで。ということでございました。はい。はーい。もうこれ、12月じゃない、7月の、13日、来週の木曜日ですね。そうですね。のアップデート、兵団調整の、今予告という形で、公式の方から出ておるところでございますので、この後またね、兵団の調整内容が変わる可能性も、十二分にございますが、まずは速報ということで、はい、雑談動画でございましたと。はい。はい。よろしければ、チャンネル登録といいねボタン、ぜひよろしくお願いします。あっす。